はい、どうも、パチョウトです。本日は昨日の動画で野球工場美さんとの冬のコラボ企画を発表しました。昨日は人気ランキングを学生のカラーということで発表したんですけど、今日はですね、去年ぐらいから野球工場美さんに入っためちゃくちゃすごいカタログがあるんですよ。まあ、自分が水のプロをそんなにオーダーしてないから知らなかっただけかもしれないんですけど、見た時にすごいびっくりしたので、その詳細と以前の動画で話しましたが、水のプログローバルエリート2023年から金額アップということで29まで営業してるんですよね。ここがだったら確実に今の現状の価格でオーダーできるんで、自分がその発見しためちゃくちゃすごいカタログをお見せしていこうと思います。それがですね、こちらのカタログと言っていいか分かりませんが、めちゃくちゃ分厚いんですよね。これ何かというとですね、ちょっとチラッと見えてるかもしれませんけど、オーダーカタログなんですが、なんと革やカラーや刺繍など全て現物が入ってる超リアルカタログです。これをですね、水のプロオーダーしようと思ってお店に来た時に、普通は紙のカタログを見て、もしくはネットでシミュレーションしてやると思うんですけど、あくまでも画像、これはイメージは確かにできると思うんですけど、なんと、まず革ですね、実際に触って確かめれるって、これ開くんですよ。まあ色は全部一緒だから隠したら分かんないと思うんですけど、自分どんな革が合うのかなみたいなのをまず触れると。まあそれだけでもすごいです、めちゃくちゃ。ただここからですね、なんとそのカラーが現物を見れるんですよ。まあまあブラックはいいでしょう、定番にありますね。ただロイヤルブルー、これは今お店に定番でカラーありません。どんな色が来るかなっていうのをイメージめちゃくちゃしやすいけど、まあ知り合いでいるかもしれません、このカラーなら。ピッチャーとかでね、草野球とかで。次ピンク、ピンクって言ってもどのくらいの濃さ薄さなのか分かんないと思うんですけど、これ現物が見れると。はい、まあ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 いるかもしれません。はい、白ピンク作ってる人いるかもしれません。どんどん人口は減ってると思います、この使用してる。次、皆さん聞いたことある方多いと思うんですが、水のプロのオプションオーダーという、ゴリスポと話してて何かを達成したらオーダーしていいんじゃねみたいな話してたんですよね、1年2年ぐらい前に。ちょっと高額なオーダーです。そこに見慣れないカラーの名前があると思うんですけど、見慣れないというか普通はあまり見ないやつ、1番のグリーンだったりとか、3番のパープルとかで、4番からはシャンパン丸々ありますね。まあまあまあシミュレーションでできるんですけど、見ないとわからないカラーを。というわけでシャンパングリーンとシャンパンイエロー、よーく見るとですね、テカってんですよね、光に当てると。これがなかなかいないと思うんですよね、オーダー、なかなか周りで3人4人はいないと思うんですよ。自分は知り合いで使ってるのを1年に1回見るか見ないかレベルですね。現物はシャンパンピンクとかシャンパンオレンジとか微妙にラメ入ってんですよね。これが、まあ、オプションオーダーのカラーサンプルなんですけど、これはなかなか見れないんじゃないかなと思います。もし自分が水プロをオーダーしに来て、この色をしっかり見れて、革で見れて確認してオーダーしたらすごい安心できるんで。まああとは革紐っすね、革紐現物が見れる。あと刺繍も多分なかなかこういうのって見づらいと思うんで、現物は、ああいい感じですね、こういうのとか。そう、こういうのもしっかり目で見てオーダーできるっていうのは安心できるんじゃないかなと思います。縫い糸、これもカタログだけではちょっと分かりづらいけど、しっかり目で見て組み合わせを選べるんで、すごいやっぱ安心感がありますね、オーダーするときに。メッシュすごいっすね、ピッチャーでとか外野でいるかな、たまに。これも実際に物を見て確かめれるといいっすね、これはかなり安心感が出ると思います、オーダーする際に。まあ、あとは中の部分なんでなかなかイメージしづらいと思うんですけど、フェルト、芯の硬さ、どのくらいの厚さにするかとかもすごいこれ分かるんで、ぜひオーダーする方は参考にしてほしいかなと思います。これは水のオーダーする人にはこんな安心できるカタログはないっすね。オーダーしたい方はぜひこれを見て迷わずに注文できると思います。個人的に気になったのはシャンパングリーンとスカイブルーですかね。この辺は何かを成し遂げたら頼んでもいいんじゃないですか、そんな気がしました。ゆうぽんくんは気になったのありましたか、この現物の革を見て。メッシュじゃないですか。メッシュですか、なかなか触る機会がないんですよ。そうですね、メッシュの色気に入れました。やっぱり最近ブーム来てる、これじゃないですか、ナチュラル、ナチュラル系。これはいいですか、オーダーしたいですか、これいいですね。ところどころメッシュ入れてみたのありかもしれないですね。なるほど、カラーはどうですか。カラーはそうですね、やっぱり水野のこの緑って緑系ってやっぱりあんまり見ること自体ないんで、ほぼほぼこれでオーダーしてる人もあんまりいないんで、ありかなと。なるほど、ちなみにグリーンとシャンパングリーン比較するとこんな感じです。全然違いますね、ラメってる。これもいいね、普通に私はこれはいいですね、はい、という感じになります。はい、
ということでですね、昨日の動画では定番の発表したんですけど、ランキングたった今決まりまして、オーダーの方も手袋プレゼントということで、多分これは3年間で初めてですね。オーダーはこれまで別だったんですけど、今回は在庫商品プラスオーダーも OK と。なので今のこのシャンパン系とかできて、プラス公式グローブを買ったら好きな手袋をプレゼント、軟式グローブを買ったら、まあ、このレプリカからこっちのレプリカ系の手袋をプレゼントということで、今のを見てシャンパン系のグローブを年内に頼んじゃおうって思った方もしかしたらいるかもしれませんね。ぜひ北関東、群馬、埼玉、栃木、新潟、長野周辺の方、29の7時まで営業しますんで、はい、ぜひ皆さん値上げする前に、本当はもうちょっと早くこのカタログを見せたかったですね、皆さんに。はい、というわけでぜひ皆さん、このキャンペーン先着10名様購入時においチャンネル見たと言ってください。というわけで年内の撮影 M さんは終わりです。すべてまた来年の春ぐらい夏ぐらいに上がってくると思うんで、2023年の水プロにも期待しましょう。というわけで2日連続で野球コーブさんで撮影しました。引き続きチェックをよろしくお願いします。それでは今日の写真は以上です。よいしょ。はい、というわけでですね、実際にあの後戻ってきまして、オプションオーダー、やっぱりですね、これで見た時のこの映像だと色がまあなんとなくイメージできるだと思うんですけど、さっきのカタログを見るとですね、実際に現物が見れるということで、やっぱあのカタログの存在でかいなと思いました。で今回田中将大投手モデルです。いつもは内野手で作るんですけど、ちょっと今日はお遊びということで、これでですねオプションオーダーで、今これ2色っていうんですかね、2箇所ベルト部とこのウェブのところをシャンパングリーンを使ってます。それ以外は普通のブロンドなんですけど、これで67,650円税込みということでですね、まあめちゃくちゃっていうか公式レベルですよね、金額的には。なんですけど、まあ自分の好きな本当にこだわったオプションオーダーを作りたいっていう人は、まあありなんじゃないかなとは自分は思います。はい、というわけでぜひ皆さん一度ホームページ行ってシミュレーションやってみてください。なんか他にもいろいろ選べるらしくてですね、例えばこれも芯の硬さ厚さオプションのところで、これなんかするとかにするとこれ一個一個変えられたりするんですよ。なんか指の長さも1本ずつ変えられたりするっぽいんで、もしよかったらチェックしてみてください。というわけで本日はオプションオーダーのシミュレーションもやっていました。以上です。そして今月のプレゼントは GS グローブオーダー権利を1名様にプレゼントします。今月は年内ラストということで、 GS グローブ軟式か硬式好きな方1つを選んでいただいてオーダーをプレゼントしようかなと思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。